さあ4回の表バッターは椎橋さん、ピッチャーゴロ打ちまして高生ダッシュ、すぐにファースト投げる、しかしセーフとなります。これはなかなか面白いシーンでしたね。これは見ものでした。さあ次行ってみましょう。そしてストレートさんです。高生が投げたボールがアウトコースビタビタストライクということで三振となってしまいました。そしてバッター高橋さん、はい、こちらショートゴロホームに投げますがフルアウトでしたがキャッチャー取れずセーフとなってしまいました。これはナイスプレーでしたけど惜しかったですね。そしてバッターの田中さん、打った、はい、ファーストゴロホームに投げようとしては無理ですのでファーストでアウトとなりました。そしてバッターは荒川さん、さあピッチャーゴロホームでアウトにしてファーストでゲッツー、もう一度ピッチャーゴロキャッチャーアウト、ファーストに投げてアウトゲッツーでチェンジとなります。ナイスプレイ。そしてピッチャー変わりましてピッチャー木村さんになります。バッターは絆クラブ代表のゆささんです。素晴らしいボールが深めに行きました。ピュッと投げる、はい、こちらサードゴロしっかりさばいてアウト、ナイスプレイ。そしてバッター江川です。なんだこれは、なんだこれは、浮き上がる変化球で江川三振となってしまいました。そして門脇さん、門脇さんも素晴らしいまっすぐ三振となってしまい早々チェンジとなります。そして5回の表ピッチャー変わりまして本山さん、バッターは小銀にキー、キャッチャーは高生となっております。パキーンと打ちましてこの打球はセンター取れずヒットとなります。そしてお次今川さん、なんだこれは、素晴らしいチンバッティング、左中間に抜けてランナー1、2塁となります。連続ヒット、見てくださいこれ、引いてちょこんと当てて左中間に運ぶと、素晴らしいバッティング、僕もああいうの好きですよ。でバッター大久保さん、名前のとこね大久保になってますけどこれは悪意ないんですいません、大久保さんね、はい、こちらカーブ変化球打ちまして、はい、こちらセカンドでアウトとなります。そしてバッター大野さん、これがシュート回転しましてね脇腹に当たりデッドボールとなってしまいます。とても痛そうです。そしてバッター銀ちゃんです。キャッチャーキャッチャーキャッチャー、惜しい、主審と当たりましてこれはファールとなります。ちなみに本日の主審は私の会社の大先輩の吉田さんが審判をしてくれています。はい、こちらスライダーですかね、スライダーが真ん中に決まり三振となりました。そして椎橋さん、インローのストレート三振となりました。ナイスピッチング。そして変わりましてじゃあ木村さん、バッター神戸さん、見てください、キャッチャーがもう浮いてしまうぐらいの、これはすごい変化球でした。そしてお次の球、もう一度この変化球はちょっと打てないですね、本当にみんなびっくりしました。バッタークリッチ、クリッチまさかのセーフティー、セーフティーです。これは決まるか、これはめちゃめちゃうまい、キャッチャーすぐ投げて、これがまさかのアウトとなってしまいます。これは本当にナイスプレーでした。そしてお次まさひろくんが三振となりチェンジ。
そして6回ですね、バッターはストレートさん、ピッチャーは本山さん。では空振りとなります。そして変化球で三振となってしまいました。そしてお次高橋さん、この変化球を打ち、これがファーストフライとなります。で、バッター田中さん、田中さんインコース、これ怖いですね。これは空振り。そして変化球で三振、本山さんナイスピッチング。そしてチェンジとなりまして、バッターは佐々木くん、ちょこーんと流しまして、これがギリギリアウトとなってしまいました。で、四万十川さん変化球で三振と。そして翔平 TV です。翔平 TV はまさかのこの変化球にビビります。そしてお次のラスト、これも変化球、ちょこんと当ててダッシュ、全力疾走です。鈍速がね、はい、これがまさかの送球ミスでセーフとなります。そして翔平 TV はランナー二塁まで進みます。素晴らしい変化球でもう焦りましたね。教えてほしいですね。で、バッター次早瀬くんが三振となりチェンジとなりました。そして7回ですね、バッターは富塚さん、ピッチャーはまさかのエガになっております。さあこれ課金取った球はサードフライとなります。そしてバッター木村さん、はい、こちらショートゴロ、サードゴロ、これがゲッツーとなりチェンジとなりました。そしてね、こちらピッチャー変わりまして飯塚さんになっております。小木にきになっております。バッターは本山さん、まさかの横投げでコントロールビタビタでね、素晴らしいピッチングをしております。楽しそうです。で、バッターランボーさん、これもストライク三振と、素晴らしい。はい、山本さん、これも鬼スライダー炸裂で空振りと。そしてこれがショートゴロ、ギリギリさばけてアウトとなりました。そして8回のラストイニング、じゃあ江川、バッター小木にきセカンドゴロでアウト。そしてバッター今川さん、まさかの江川が三振を取ってしまい、これでチェンジとなりました。そしてラスト小木にきのインコース、こちらファーストゴロ、フィールディング完璧アウトとなります。で、エガも打てず引っ掛けてしまい、サードゴロアウトとなります。そしてラスト門脇さん、頑張れ、高めを打ち、かけーんと高めに打った打球はセンターフライとなり試合終了。総勢32名の方が集まってやりました。ぜひとも次回やるときは皆さん来てください。チャンネル登録コメントよろしくお願いします。プレゼント企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で現代モデル軟式内野手用をプレゼント、熱いコメントをしてください。8000人達成次第抽選開始、たくさんのご応募お待ちしております。そして翔平 TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があればぜひともコメントよろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますのでぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか？チャンネル登録1万人まであとちょっと。
頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。Let's kill it.